また、モルガーナラネズは、北極、グリーンランド海に存在したとされた幻島。デンマークの自治領であるグリーンランドとノルウェー領の、スバルバル諸島の間、グリーンランド海の北端に存在すると推定された。1906年から1908年の間、ルートビヒミュリウスヒクソン、ユハン・ペーター・コフホ、オーゲ・ベルテルセンラによって実施されたデンマーク、遠征探検において、 1907年に初めて旗、モルガーナ・ラネズが、北緯80度00分、整形10度00分、北緯80.000度、整形10.000度、80.000-10.000、付近に存在したと報告された。伝えられることによれば、この存在の不確かな土地は、1933年に、ラウゲコフコが空から、同様に1935年に、ペーター・フロイヘン 1937年にイヴァン・パパニンらが報告している。後に噂された目撃例によれば、ラウゲコッホは1938年にスバルバル諸島から飛行艇を用いた遠征を行ったが、その痕跡すら見つけることができなかった。このファタ、モルガーナ・ラネズとして報告された土地は、トビアス島である可能性が高いと考えられている。トビアス島は、ファタ、 モルガーナ・ラネズのあったとされた場所から南西方向に存在する岩肌ばかりの不毛な島である。グリーンランドの北東の海岸から約70キロメートルの位置にあるトビアス島は1993年になってようやく正確な位置が確定された島であった。ありがとうございます。